さあさあ、とりあえずじゃあ泉の方かな、行ってみよう。そこからまだ回ってかないとダメっぽいから、おじさんとかどの辺にいたっけ。あ、いた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 。ギルドの館、これはでも前説明聞いたね。駆け足の泉、森を上に突っ切って川を渡ったら左に行く道がある。うん、知ってる知ってる、同じこと言ってるな。はいはい。おじいさん、あ、どうしても腰の痛みが引かんの。あっちに暇な人いるから頼んだらどう。本当に、でもおじいさんいないか、来た、いた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 、ほいほい。薪割りの親子の修行のために木を切らなくちゃね。そのためかよ。ほいほい、いい音だ。あ、蜂が出る。あ、いや、おじさま、魚3日前に1匹釣れたかな。まあそんなものさ。ほんと釣る気ないよねこれね。そして釣りをしながら風の音を聞いていると、遠くにの国の会話まで聞こえそうだよ。いいなこいつ。なんか釣った魚の大きさ3センチくらいだったかな。3センチ、え。マジか。魚というよりカエルだったね。カエルかよ。さっき森が少し慌てていたよ。竜がどうしたとか言ってたよ。なんだろうね一体。あー、わかるんだか森は。こいつなんかすごいな、仙人に近い気がする。なんかね、ラダク仙人とかと気が合いそうだけどな。お、かわいい。あ、目は使うか。だいぶね、レベルアップしちゃってね。光は入んないのか、やっぱり。こっち向きどう？入るね。よし。見つけの刃！よっ。恐ろしい子。よし。綺麗な歌声でござるな。心が洗われるようでござる。この声は。ピエトロ殿。これ置いてっちゃった。ルルルルララルル。はあ。ルル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 ごめん、驚かせちゃったみたいだね。ピエトロ王子、聞いてたの？うん、とっても素敵な歌声だったよ。やだ。恥ずかしそうにしてるけど、結構村の人見てたよ。あ、白騎士、ちょっと邪魔だぞ。白騎士さん？でも久々の再会かよ、ここも。ね、こういう超眠そうだけどね。ちゃんと寝ちゃった。白
騎士さん？どうした？ナルシア殿、なんとナルシア殿でござるか。え、それ忘れちゃったよかった、やっぱり白騎士さんよね。お久しぶりです。ちょっと見ない間に綺麗になったでござるな拙者つい見とれてしまったでござる。おい、ピエトロ殿といい、ナルシア殿といい、立派になってお似合いでござるよ。あ、でも本当そうだよねわ、私ギルダ姉さんのところに帰らなきゃ。交流あ、ピエトロのこのポーズ好きかもあー、かわいそう。交流。ナルシア、さあピエトロ殿、我々も行くでござるよ。行っちゃったよ。いやー、綺麗な歌声だったね、本当にナルシア。めっちゃ響いてたけどね、歌声恥ずかしがってるけど、すごい聞こえてたよ。まったくねえ、で、コリュー寝てるのかわいいし。いいね、いいね。じゃあ、ギルダさんの館行こう。つか。あとちょっとだからね。久しぶりにナルシアと、ヒロキシー、ほんとに久々だよね、あっちもね。いいね、なんか昔のメンバーこうやって出会えると嬉しいな。あと一人か会ってないやつあいつ会ってないな、そういや。なんか会いたいねよし、やってるやってる。カエル釣れたかい？あれれ、敵がついたかな。さあ、ついた。目的地ですね、今回の。さあ、ギルダの館。ギルダさん。あ、見てる。あ、いらっしゃい、ピエトロ王子。ん？ん？何やってんだい、あんたたち。面白すぎる、これちょっと。あ、出てきた、出てきた。おや？おや？白騎士じゃないか、久しぶりだね。あいや、久しぶりでござる。ナルシア殿と違ってギルダ殿はあまり変わってないでござるな。いや、白騎士そういうこと言うなよ。ていうか、アイヤっていうキャラだっけか、白騎士。スミーシャが乗り移っちゃってるぞ。私は気になってしょうがないぞ。いやあ、拙者ちょっと安心したでござる。いいのか悪いのか。そりゃどういう意味だい。そうなるよね。天然ばっかり、天然ばっかりだわ、本当に。ったく。で、今日はどうしたんだい？実は。そうかい。大変なことになったね。
エトロ王子。竜の国へ行く方法ね。ないこともないんだが。さすがギルダさんだね。よく知ってるね。教えてください。僕はどんなことをしても竜の国へ行って老竜神様に会わなければならないんです。ピエトロはあれ結構王子ポーズだよね。かっこいいな。慌てるでないよ。まったく、ピエトロ王子、ウラノスを知ってるかい？ウラノス。ウラノス？まあ知らないのも無理はないか。いいだろう。ナルシア、説明しておやり。ナルシアは知ってるのか。私？ウラノスは空を飛行する岩のことなの。その岩は石を持っていて、山の頂上や妖精が多く住むところに時々泊まって何十年も眠りにつくわ。妖精の季節になるとその香りに誘われて目を覚まし、またどこかへ飛んで行ってしまうの。いろんな場所にいるのか。動いちゃうんだね。そして今眠っているのがこの森さんね。タイミングいい。そうだったの？まったくこの子は毎日どこをほっつけ歩いてんだい。呆れて物も言えないよ。ごめんなさい。あ、もじもじポーズだ。でもそれじゃあウラノスに頼めばもしかしたら。そうだね。いいだろう。ウラノスがいる広場への道を開くかね。あそこはもしやあいつがいるぞ。あいつがいるぞ。大丈夫か？ちょっと村で一番の物知りが大混乱だ。僕行ってきます。お待ちったら。えい、まったく、どうしてこう揃いも揃っておっちょこちょいなんだ。本当だよ。ウラノスと会話ができるのは妖精と森の魔女だけなの。ってことは、仕方ないね。ナルシアを連れておいき。やったやった。天然から脱出できる。ナルシア待ってたよ。ありがとう、ギルダ姉さん。嬉しい、これ。私、用意してくる。やったね。お、そうだ。ギルダ殿、これを預かってほしいでござる。シルキしか持ってたの、もしかして。いっぱい出てきた。母上が、竜の卵はギルダさんに預かってもらうのが一番安心だって。待って、ピエトロのポケット上回ったな。白騎士の鎧。白騎士鎧隠せるのか。これやばいな。なんかこう今までのシリーズでも言ってきたんですけど、私このピエトロが物をこうポケットからこう出したり入れたりする動作がすごい好きで、今回初ですね、白騎士からこう出てくるっていうね。これいいな。何回か見ちゃいそう。竜の卵？はあ、すごい。これがね、
かわいい。ふっ、ん、なんだいこのブサイクなのは。やめて、そういうこと言わないで。あ、いやー気にしてるのに。あ、お待たせ、さあ行きましょう。カボン。あら、まあかわいい。ナルシアってやっぱちょっと変なものを好きだったりするイメージがある。カボカボ。なんて可愛くないんだい。ずいぶん白騎士さんに懐いているようだけど。竜は生まれて最初に見たものを親だと思い込むからね。そうなんだ。親？拙者が親でござるか。白騎士さん、この子なんて名前なの？そう、名前がね、ないんだよね。コリューだったもんね。名前でござるか。考えてなかったでござる。ピエトロリンとかどう？おおおおお、あ、ちょっと待つでござるよ。名前、ピエトロリンとかどう？カボ。かわいい。あ、おお、思いついたでござる。やはり鳴き声かな。よろしくね、カボちゃん。さあ行きましょう。ピエトロ冷た。ガモちゃん、ガモガモガモ。なんで分かったでござるか。あんたコテコテだよ。本当だよね。というわけでコリオちゃんに名前がつきました。ちょっと何回か呼んじゃってたんだけど、ガモ、ガモって名前になりましたね。チビガモ。かわいいな。かわいいじゃん。チビガモが名前つきました。ガモちゃん。そしてナルシア、待ってたよマジで。杖買ってこっか。リングはまああるし、なんか買っとけばよかったな装備。戻れるかなパーセラ。ありがたい。ず、700でいいか。杖を買って、パーセラ戻れたらちょっと戻って作品買いたいな。ちょっとさあ、そしてこんだけ覚えてるよ、すごい。ウィンドウシュート、烈風波を発生させエリア内の敵にダメージを与える。懐かしいね。ウィンドウシュートとホーリーバースト、これも懐かしい。神聖の力で光の柱を作り敵にダメージを与える。でミストスクリーン、仲間一人が霧に包まれ見えなくなり直接攻撃のダメージを受けなくなる。もう懐かしいわ、よく使ったな。でヒールレインですね。聖なる光でエリア内の味方 HP を回復する。エリア内ってとこもまた嬉しい。で懐かしい、これも命の雫、聖なる雫で仲間一人の戦闘不能を回復する。これ大事大事。でキュアライト、これが初めてかな、2からかな。銃の光を味方に浴びせステータス以上を完全に回復させる。もう完璧じゃん。ヒールレイン、命の雫、キュアライトですよ。素晴らしい。いやー嬉しい、ナルシアちゃん仲間入ったよ。いやー、卵のことは私に任せて、ウラノスのところへさっさと行ってきな、ピエトロージ。心配しなくても卵は大丈夫だよ、食べないでね。道はもう開けてるよ、だから早くウラノスのところへ。そんなに卵が心配かい？私あんたの方が心配だよ。卵、いや、ほんとカラフルだな。ね、ギルダさんの家がすごいこう広くなったんだよね。2階っていうのかな、これにナルシアの部屋ができて、ここな、本がねたくさんあるんですよ。そう、本がたくさんあって、魔法の勉強のために使う本が並べてある。
さすがだね、ナルシアちゃんこんな勉強してるんだよ。すごい。で、見てこの可愛い部屋、可愛らしい。可愛くない？これナルシアの部屋だよ。可愛いよこれ。ね、アサルピエトロってね、こっちは部屋か。木がすごいけど木がすごいけども、かまあ部屋、木がむき出ている部屋よいしょ。で、あ、いいだね、すごいふわふわしてる。魔法のいいのだ。見てるとなんだか吸い込まれそうになる。いつものね、井戸と、あの上からあのラッパみたいなとこからこう声が聞こえてくるのかな。これ何なんだろう、そういう仕組みだっけか。なんかここだけあれだね、機械っぽいね魔法じゃないのか、どういう感じなんだろうか。あれれあれれ、こうね、はしごの本のがね、ほんと下手くそよし、待って、じゃあとりあえず村に戻って、これでね、確か近道がね、行けるようになってるはずなんだよね。あ、行けるっぽいな。さあ、滝根村、そう、ここに出ます。どこだよってね、ここここ。小麦んとこ、さっきね、ここに丸太があって取れなかったんだけど、近道ができるようになったんだよね。よかったよかった。さあ、ナルシアだよ。おや、ナルシアさん、王子と一緒で、また冒険会？大変だね。この村は平和でも、パーセラのように事件はあちこちで起こっているものなのですね。確かに、滝根村ってそうそう事件ないよね。昔、ガミガミ魔王がポットで振ってきたぐらいそれぐらいしかないもんな。スカイメルダさん、なんだかね、あ、また言ってるそうだよね、大丈夫そうですか。王子様の顔色が悪いので何かあったのかと思ったのですが私の思い過ごしだったみたいですね。裏の者にも知らせておきますわ。そういう感じになるのか。まあ、ナルシア連れてても同じかな。いや、ついにでもこの3人か。どちらかというと、まあ、こうちょっと私は4人目がね、すごくね、楽しみでしょうがないんだけども。ナルシアちゃんも嬉しいよね。ボログだとね、本当になんかちょっと助けてくれるだけだったからね。こうやってまたね、一緒に冒険できるのすごい嬉しいね、この3人で。ガボちゃんもいるしね。名前ついたしね、やっとね。ちょっと呼んじゃってたけど、ガボって私は。呼んじゃってたけども。申し訳ない。あのおばあさんぐらいか、ナルシアの話題言ってくれたおばあさんぐらいしか変わんないかな。幸せなせいだって言うんだけど、よかったね、そばがまっちり、ほんと仲いいね、この子。そして一人ぼっちの牛、かわいそう、なんかなんだかかわいそう。
ごい聞こえてたよ。ナルシアちゃんいつも歌ってるのかね、あそこで。そういう駆け足の泉の妖精さんとかも会いたいけどね。先ほど森がやけにざわついていましたが、何かあったんですかな。すごいな、おじいさんすごいよな。ほんと寝てるだけだけどね。ちょっとじゃあ杖買おうか。眠りの杖か。上がるね。っておこう。またすぐ落ちてたりしてね。まあそれはしょうがないけど。眠りの杖。人を眠りに誘う沼の力が宿った杖。よし。じゃあ最後に、これでしょ。もう一回見よう。見る。4人で見よう。腰が入ってない。じゃあパーセラの方に戻れたら、ちょっと戻って、なんだろう、お守り系とか買えたら買ってこようかなと思います。買えなかったらちょっとそのままあっち行きますね。ウラノスがいるっていう物知りおじさんの横の道。あそこに行きましょうね。